皆さんこんにちは、東京在住かなえです。今日は1年ぶりにバーガーキングに行ってみようと思います。最後にバーガーキングに行ったのはアメリカに住んでいて、英語でバーガーキングでバーガーを注文するっていうことをやりました。それでね、それすごく大変だったんですけど、今アメリカから帰ってきて1ヶ月ぐらい経ったんですけど、なんかね、ちょっとアメリカが恋しくなってきまして、バーガーキングで思いっきりバーガーとポテトとコーラをたくさん食べたいと思います。ということで買いに行ってきます。レッツゴー。すいません、ワッパーのセット一つ。サイドミのポテトでよろしいですか？はい。他のご質問ありますか？買えました。ちゃんと頼めた。いや、日本語で頼むのはやっぱり簡単ですね。海外で苦労した経験があるのですごく楽に感じました。店員さんは外国の方で、今研修中だったんで、海外経験した身としてはね、海外で働くの外国語で接客なんてすごい大変だと思うから頑張れって思ってます。買ってきました。イエーイ。あ、見えない。アメリカで注文するときはさ、英語で話さなきゃいけないし、店員さんの英語も早くて全然伝わらなくて、いっぱい聞き返されてさ、心折れたりしてたんですよ。だからハンバーガー買いに行くだけなのにすごく緊張してたんですけど、もうさらっと行ってさらっと買ってこれましたね。やったということで中身を紹介していきましょう。今回は前回のバーガーキングと一緒のワッパーっていう定番をセットにして、セットのポテトと L サイズのねコーラをつけてみました。ちょっとこれ見る前に、もしよかったら前回の見てもらった方がサイズの比較とかできるかも。でもちょっと中断してもらうのはあれだね。まあ、とにかく紹介しましょうか。まず、じゃん。お、ん？なんか、ちっちゃい、ちっちゃい。これはダブルチーズバーガーです。お、あ、大きい。これがワッパー。ちょっと大きいね。お、いいぞいいぞ。そして、これも、お、すごい。じゃーん。これが照り焼きワッパーで、これが普通のワッパーです。そして、あ、ポテトが全部出てきた。やり直さないと。編集でカットするから大丈夫。そして、セットのポテトです。おー、カリカリだ。あったかいぞ。あと、オニオンリング。コーラの L サイズ。ダン。うん。あ、いいね。L サイズだね。だけど、アメリカのバーガーキングの L サイズは、とんでもなく大きかったんだってね。飲み切りサイズですね。食べるぞ。いや、日本帰ってきて1ヶ月さ、和食ばっかり食べて、うどん、そば、天ぷらとか、それもすごく幸せなんですけど、いや、人間ってね、慣れるもんでさ、もうハンバーガー、美味しい。ということで、いただきます。コーラは世界共通ですね。コカ・コーラミュージアムにも行ったので、その動画良かったみたいな。中心だ。では、いただきます。何にしようかな。パッパから行く？パッパ。なんか包みが違う気がする。向こうはなんか白かった。箱だったかもしれない。あー、美味しそう。じゃん。こんな感じ。一緒かな？バンズと、玉ねぎとケチャップとレタスとピクルスと、こんなケチャップ入ってたかな？ケチャップこんなあったかな？とにかくいただきます。うん、美味しい。同じ。いや、違う。美味しいよ。とにかくバーガーキングは平べったくて、なんか横に大きいイメージがあったんですよね。玉ねぎもシャキシャキ、レタスもトマトもシャキシャキで、バーガーって感じ。美味しい。肉は牛を感じます。ポテト、ポテトはね、確かケンタとマックの間ぐらいの太さだったんだよね、アメリカの。だからあんまり変わんないかな。あ、芋の種類が違うね。嘘、わかりません。美味しい。一回これを食べようかな。これはなんか比べるとちょっとかなり一回り小さい、マックぐらいのサイズかな。日本のサイズこれだと思ったからさ、ちょっと足りなく感じちゃったよ。あ、可愛らしいサイズだな。じゃん。
チーズバーガー、ダブルベーコンチーズバーガーですよ。わあ、ケチャップが多めだね。あとベーコン、カリカリベーコンチーズ、パティ2枚入ってます。おお、結構ボリューミー。アメリカで食べたベーコンのベーコンキングっていうのがあったんだけど、それはね、このワッパーとかと同じサイズの超どでかい系のあれでした。これは小さすぎるこれ子供サイズだと思う。燻製されたベーコンの匂いがふわっと変わってきた。ベーコンはカリカリではないけど、燻製の香りがいいね。あ、チーズがまろやかで、あ、おいしい。アメリカのベーコンはもっとなんか肉厚でガリガリぐらいカリカリに焼かれてたから、そのカリカリ具合はもう少しあってもいいかな。焼きすぎだよ、ちょっとね歯かけちゃうよあ、ホニオンリングも久しぶり。これうまい。衣が美味しい。オニオンリングってさ、オニオン食べてるようでさ、実際はこの衣食べてるよね。衣が美味しいんだよね。美味しい美味しい美味しい。ティーと書いてるのはティーね。照り焼きワッパ、照り焼き味なのよ多分。じゃーん。お、な、中身は変わらなさそうで、照り焼きソースが乗ってますね。こう、照り照りの。あー、いい香り。日本ってさ、照り焼きマックとか、照り焼き味いっぱいあるじゃないですか。アメリカにも、なんか照り焼きはあるんだけど、なんかちょっとね、日本の照り焼きとは違うんだよね。で、バーガーでこういう照り焼き味はなかったから、すごく嬉しい。照り焼きバーガー久しぶりだわ。うん。うん。照り焼き味、うまい。食べながら話すなって言われてたからな、気をつけないと。照り焼き味美味しい。甘辛いタレがいいですね。美味しい。マヨネーズと照り焼きはいいよね。ジャンクフード美味しかった。照り焼きバーガーってさ、すごく美味しくてさ、この甘辛いタレがいいじゃないですか。だけど日本帰ってきて思ったのは、照り焼きって甘いんだなって、これには大量の砂糖が使われてるんだなと思って。結構和食で美味しい料理とかって砂糖がいっぱい入ってんだなと思ってて、だからまあとりあえず照り焼きソースは美味しいけど結構甘い。私はあの夫の仕事の都合でアメリカに3年住んで、先月ちょうどね3月に帰ってきたんですけど、なんかね4月入ってからかな、帰国して何週間経った後からなんかねすごい疲れちゃって、気分の浮き沈みがすごく激しくて、アメリカから帰ってきてもう全てのルーティンが変わって、夫は家にいないし、私もなんか一人で自分の生活をコントロールすることができなくて、動画を出したいのに編集に身が入らずに、やりたいのにできないもどかしさみたいな、そういうのもあったし、2月末に YouTube を始めて1年半だったんですけど、本当は2月末までにチャンネル登録者数のね10万人を目指してたんですよ。今まで誰にも言ってなかったんですけど、あの目標としてやってたんですけど、叶わず。5万人もさ、こうやって見てくれてる人がいるのは本当にありがたいことなんですけど、でも自分の目標に届かなくて、そこからなんかこう、なんて言うんだっけ、そういうの、鳥の巣、あ、そうそうそう、なんかちょっと燃え尽き症候群でもないんですけど、目標がない感じで宙ぶらりになっちゃって、でもそういうこと考える暇もないぐらい帰国前は忙しかったし、それでなんか抑えてた部分があるんですよ。だけど引っ越しが終わってで、帰国後に撮ったいろいろ出し終わったタイミングで、もぬけの殻っていうか燃え尽き症候群再発で、それが帰国したその引っ越しとかの疲れと相まって、ちょっと体調をね、体調っていうかなんか主にメンタルね、なんか心が疲れちゃった感じ。唯一の楽しみは食べることだったんですけど、なんか食べ物とか好きだったスーパーのお買い物もなんかつまんなくなっちゃったりして、一日中家から出ないで、でなんか、ああまた今日も何もしなかったみたいな、で自己嫌悪になって、で夫は忙しくて帰ってくるのが遅くて寂しいし、今は仕事してないんですけどね、私誰にも会いたくないし、ああみたいな、もうなんか無気力な日々をね、実はつい昨日まで送ってました。だから最近1週間ちょっと YouTube もね更新できずにいました。待っててくれた人たちね、ありがとうございます。なんか YouTube も今までアメリカで住んでその様子とかを英語に挑戦するような動画をアップしてたんですけど、日本に戻ってきて今東京に住んでるから英語を話す機会がそんなないし、なんていうの、前は英語で注文に挑戦とかしてたんですけど、挑戦する場がなくなっちゃったり
アメリカに住んでるからこそ私の YouTube は意味があったのかなとかって思ったら、あ、なんか私には今何もない、なんか必要とされてない感、いろいろ考えちゃって、あの元気がなかったんですよ。それでさ、なんかずっとちょっとずつ増えてた登録者数、チャンネル登録者数っていうのがついに毎日の減ってきまして、仕事してないのに工事できないとかさ、うん、なんかできない自分ばっかりさ見つけ出しちゃって、そういう能力には長けてるんだけど、なんかいろいろへこむことばっかりだったんですよ。なんか自分が何でもできるって思いすぎたかなって思って、天狗になってました私は。また YouTube 始めた頃の気持ちに戻って、また一から頑張ればって言ってくれたから、ちょっとその言葉を受け入れるまでにはちょっと時間がかかったけど、今はその通りだなって思ったから、吹っ切れた、吹っ切れて今日バーガーキング食べてます。3年前のそのアメリカ住んで辛かった動画を出した時には、なんかちょっと先輩ぶって、みんな辛いよね、環境が変わって辛いのは当たり前とかって言ってたはずなんですけど、こうブーメランがバン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 もうあの動画を見てね、あ、なんか私のことやと思って、なんかアメリカにいる時はもっとなんかいろいろできてたのにな、今はできないなって、なんか比較してさ落ち込んでたんですけど、できることにさえ目を向けて、洗濯機回したとかさ、歯磨いたとかさ、そういうのでもなんかできたことを自分を甘やかして褒めて、うん、こういう辛い時はそういう風でいいかなって思いました。そしてできなくてもいいし、周りの助けを借りていいんだなと今は思います。だから私は家族とか周りの力を頼って、んで登録者さんの皆さんの力も借りて頑張ります。私みたいに元気なかった人もちょっと元気になってもらえたら嬉しいし、そうだね、まあ私みたいな人にさ、あもう私みたいな人にさ大丈夫だよって言ってあげられるような動画も出していきたいし、単純にさ見て楽しいとかさ、ほっこりしたとかさ、面白いとか、そういうポジティブな気持ちになってもらえるような動画を出したいなと思いました。今もね、チャンネル見てくれてる皆さんありがとうございます。これからも自分のペースで自分のできることをねやっていきたいと思います。よし、ということで今回はね、約1年ぶりのバーガーキングを食べながら、日米の違いとか最近の私の近況についてお話しさせてもらいました。目標、銀の盾欲しいじゃんいつも応援ありがとうございます。長々ありがとうございました。バーガーキングアメリカ編も概要欄に載せておきますので、よかったらそこから前の動画も見ていってください。それではまたね、ありがとうございました。